今キックオフされました第87回全国高校サッカー選手権準決勝第1試合、ね、そうですね。まず風下に立っている鹿児島城西、さあコーナーキック巻いてきてファーサイドヘディングシュート決まった決まった決まった、室谷のヘディングシュート、11番の野村のヘディングシュート。いやー城さん、いやーこのねボールフォアサイドですけども、ここから曲がって落ちてくるんですね、はい、ここね本当にこれ恐怖感もあるんですけどもね、はい、ここ思い切ってねダイビングヘッドで突っ込んでいきましたよね。飛び込んでいきましたね。いや佐藤卒業後はザスパ草津に入団します。そして皆川からワンツーパスで西澤落として皆川のシュート、うわー決まった、すごい皆川のシュート決まった、20番の中身か、中身のシュート決まった。さあ今のシーンです、翔さん、あここもですね細かいパスワークから、はい、ここねゴールキーパー見えなかったんでしょうね、ディフェンスがちょうどねブラインドされて、はい、まあでもこのね右足でよく振りましたね、ワンステップでこれだけのシュートが打てるです。さあ米田が突破していく、米田ドリブル突破、ディフェンスここはうまく対応しました鹿児島城西高校、ただまだ一人選手が倒れています中で、さあ20番の中身が行く、クロスを上げてフリーになった、シュート打った決まった、米田決めました、前橋育英高校逆転。いやー城さん、立ち上がり10分で試合が大きく動いています。うん、動いてますね。今まあ一人倒れてたんですけども、はい、まあこの米田君に対するマークはちょっと甘かったですよね。2列目から上がってきたわけですね。そうなんですね。さあこの1対1の局面です。ムサカ、さあ前を向いて右足のシュート打った、キーパー弾いた。さあスロー VTR です。いやここもですねマークに入るの遅いですよね、やはりこうボランチが1枚、白田から、あいいボールだ、フラット浮かして、さあシュート打てるか、浮かした、どうだ決まるか、決まった、どうだ決まったか、決まった決まった、前橋育英高校3点目を取りました。25番フォワードの皆川のシュート、さあ白田から城さん、いやここもね柔らかいボールで風をうまく利用しましたよね。そうですね。そしてディフェンスとこれゴール、2サイド18番の木村です。田辺さん、はい、その木村に対してはとにかく攻守の切り替えを早くしなさいという指示を送っています。さあ裏にスルスルと抜けた、あーっとどうだ決まった、野村決めた、野村2ゴール目、3対2再び1点差、打線になっています準決勝第1試合。いやここのボールもですね風の影響からかですね、はい、ボールがスッと止まりましたよね。そうですね、これはディフェンスとゴールキーパーの間にねうまく入れていって、最後は諦めませんでしたよね野村選手は。そうですね、不運になるところ序盤から試合が大きく動きました。さあ大迫にボールが入った、さあ大迫ドリブル、左足のシュート打てるか、うーん2人3人囲んでくる、かわした、抜けた、まだ抜けた、うんとしかしここはライン割っているですね。まあここ左をかわしていってシュートもあったんですけども、はい、角度がなかったですからね、この2人の動きをよく見ながらやっぱりドリブル、こういう技術は高いですね。確かにそうですね。高校、さあムサカが縦に送って皆川前を向く、ムサカどうだ、シュート打った、あった決まった、あった外れた、左外れた、手から攻めに転じるのが本当に早いですね。そうですね、早いですし、はい、やはりこう皆川君っていうね、さあ大迫ボールを持った、前を向いた、大迫シュート打てるか、シュート打った、マークしてますよね。そうですね、前を向いた、さあ室谷から大迫、前を向けるか、大迫シュート打つか、こぼれているシュート打った、あっとキーパー止めた、ナイスキーパー止めた、素晴らしい最後6番の河野のシュートになりましたね。そうですね、やはりゴール前でゴールですね、ここですね、はい、受けたらやっぱり前を向くそのスピード、抜群なテクニックありますよね、はい、いやでも前橋結構、そして米田武蔵のダブルボランチ、大迫のぞみから左サイド6番の河野、オーバーラップは松井、さあその松井を使ってきた、さあ大迫雄也がフリーだ、大迫雄也決まった、大会得点記録に並びました、9点目。でもその前に4番のこの松井君のやっぱ上がりですね、はい、上がりから正確なクロス、そしてねこの難しいところ、これ右足でしょうかね、右足で足の裏を使いながらですよこのボールね、素晴らしいですね。なかなか自分にボールが入らなくても決してジョーさんイライラすることはなありませんでしたからね。そうですね、じっと待ち続けましたよね、はい、さあその大迫どうだ、大迫かわして右足のシュート惜しい、
と太陽が目に入るでしょうか、前橋育英ディフェンダー。さあコーナーキック、あーっとこぼれた、どうだ、決まった、決まりましたですけども、はい、ここね何人かやっぱり人がいてですね、はい、ちょっと押された感じにもなりましたよね。ありますね、ゴールという記録になりました。手元、さあここで前半終了のホイッスルです。長い後半45分がキックオフされました。というのが山田監督の指導スタイルです。さあ20番の中身から右を使っていくところ、松井が対応する、落として、さあシュートを打てるか、左に展開してスルーした、増えた、抜け出した、1対1、シュートを打った、キーパー止めた、いいタイミングでしたね。ただこうやって2列目もしくはサイドバックが上がっていくと大きなチャンスになりますね。そうですね、やっぱり厚みのある攻撃ができますからね、はい、さあ大迫がボールを持って抜いていく、かわした、まだ行く、はい、こちら総勢700人の応援団だというふうにお伝えしましたが、はい、実はこちらにですね来ることが全国初のホテル観光課、トータルエステティック課などがあります。さあその鹿児島城西高校がディフェンス、あ、抜いてく、前橋池抜いた、さあシュートにムサが倒された、ムサが倒された、やはり城さん2列目からの突破ですね。いやそうですね、ムサ選手これ30メートルぐらいありましたけどもね、一、はい、人でドリブル突破してきましたよね。ムサか米田のダブルボランチです、前橋育英高校。さあ松井がボールを高い位置で奪った、さあ大迫優也、ボールが入った、大迫大迫大迫、パスを送った、シュートを打った、コースを取った、11番野村のシュート、非常にねいいですよね。この状況から半身になって前向くわけですね、前向きますからね一発で、はい、そして野村君もこれよくコース狙ったんですけどね、惜しかった。もう一度ボールをキープします。さあ最終ラインがスルスルと上がって、4番の松井、松井からクロスが入って大迫優也、向こう側野村がシュート、もう一度野村、あっと決定的なチャンス、サイドからの攻撃、クリアミスからでした。さあ今のシーンです、まずこの後ですね。そうですね、この後も入ってましたけどもね、安田のお父さんはね、息子は多分高校サッカーでサッカーをやめるんだろうというふうに思うと、はい、あ、チャンスだ、さあチャンスになった、かわした、どうだ、野村シュート、ポスト跳ね返った、バットブレー、シュート打てない、キーパーディフェンスよく戻った、しかし大迫2人が行く、取った、増えたがボールを取った、もう一度西澤立ち上がった、増えたがサポートに行く、その増えたへ、中にはコムタ、さあそのコムタの頭、ムサカシュート打った、ポスト、コムタ抑えた、抑えた、抑えた、このムサカがちょっと前めにポジションを取っているかもしれませんね、この時間帯。そうですね、この時間帯ちょっと前めにポジションを取って、やっぱり彼の突破力、はい、まあ、パスセンスで展開しますね、ですね、これさあ20番の中身、コムタが呼んでいる、中身オーバーラップしてきた、上田を使うか、そのままシュート打った、ゴールキーパー抑えた、決勝戦で破ってこの選手権に駒を進めてきました鹿児島城西高校。かわして大迫、シュート打てるか、ここはいいカバーリングです。帝京の持つ24点を上回りまして、大会記録を27年ぶりに上回りました。その鹿児島城西高校ですが、もう一度コーナーキックでしょう、うん、出ていない、大迫のぞみからクロスが入った、ボレーシュート、成本ボレーシュート、鹿児島城西高校。さあ城さん、いやここもね一瞬出てないところを、まあ、ディフェンスクリアしたんですけどもね、このシュートはもうプロでも止められませんね多分ね。そうですね、すごくやっぱりジャストミートしましたね、からの頑張りですね。そうですね、やはりこう2点差ありますんでね、はい、ここを取りに行かなきゃいけませんよね、中に野村を送って大迫優也、左足シュート、右足のシュートあり、左足のシュートあり、そしてニアサイド、さらにはループシュート、今大会ここまで9得点をマークしてきました大迫。もっと崩せると思いますけどもね、前半から再三とその木村増えたが上がってきていましたから、さあその大迫にボールが入った、大迫かわしてまだ持っている、大迫パスを送った、室屋のシュート、ブロックした、よくブロックした増えた。やはりこう前橋育英はですね、まあ、本当にこう中盤はうまく、今手元の時計でロスタイム3分経過、もう残り時間はほとんどありません。今ここでホイッスル、鹿児島県代表鹿児島城西高校初の決勝進出。
大迫今日1得点を挙げまして大会新記録は決勝戦でのお楽しみということになりました。鹿児島県勢としては鹿児島実業高校